皆さんこんにちは。平日大工です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は生活に合わせて自由自在、オーダーメイドの棚となっております。施主様の生活に合わせた棚を必要な場所に合わせて作り付けることで、本当に必要な収納スペースとして使用できます。材料を切り出しただけでこれだけの量になりました。まずは杉の一枚板で勉強スペース、リビングとキッチンから見渡せるこの場所で子供たちが勉強をします。目も細かくて赤白のバランスもいい綺麗な杉です。次はキッチンのカウンター、高松の修正材を加工します。角を R に取ってあります。今加工しているのは柱、間柱の角です。強度を持たせるためには壁の中に差し込む必要があるので、このように書き込んであります。 DIY の時の参考にしてみてください。取り付けです。先ほどの柿がしっかりとはまります。ビスで壁の中から固定します。カウンターの下場に間柱を流してあるので、そこにしっかりと効かせるように打ちます。壁厚を利用した飾り棚です。オーダーメイドの棚の図面です。この図面をもとに棚板を加工します。場所に合わせてぴったりに作るので現場での作業が多くなります。固定の棚板がつくところはビスだけでは強度が不安なので、取り込んでしっかりと組んでいきます。縦板を R に削って行き来がしやすくなるための加工をしています。赤くなってきてる。コレクションをしまうための棚です。こちらは最後にもう一度紹介します。部屋の左右に天井まで続く棚、明かり取りの窓ギリギリまで利用して可動棚を取り付けたウォークインクローゼットです。こだわりたっぷりのローボード収納、開け方は上に持ち上げてからスライドをさせます。使わない配線用の穴は蓋ができるようにしてあります。取っ手などをつけたくなかったので、上から押し込めば片方が持ち上がるように加工します。いかがだったでしょうか。平日大工チャンネルでは無垢をふんだんに使った家づくりを発信していきたいと思っております。皆様、応援、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。
通知をオンにすると最新の動画のお知らせも届くので、オンにしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。